クラウド EMS のデモ動画となります。本動画の内容です。はじめにクラウド EMS のサービス紹介、次にライセンスについて、最後に実際の管理画面を用いたデモ動画をご紹介いたします。サービス紹介です。クラウド EMS は40クライアント EMS を採用しております。クラウド EMS は弊社でも提供しているクラウド UTM サービスのオプション機能となります。クラウド EMS を利用することで、クラウド UTM 単体ではできなかったクライアントソフトの一括配布が可能となります。クライアントソフトの一括配布ではアクティブディレクトリとの連携が必要となります。また、クライアントの接続元を特定して自動で VPN を接続することのできる機能もご用意しております。 ZTNA ゼロトラスト構成では、クラウド EMS が管理下のユーザー情報を取得し、クラウド UTM と連携することができます。連携したユーザー情報をもとに、クラウド UTM からアクセス制御を行うことができます。例えば、クラウド UTM を経由した不特定なインターネット宛への接続には、証明書による認証を設定します。こちらのルールにより、ユーザーごとにインターネットへの接続を制御することができます。また、社内リソースに対しては、先ほどの証明書認証に加え、ウイルスソフト、資産管理ツールが導入されている端末のみを許可する設定を行います。これにより、宛先、送信元や変化する端末状況に応じて、動的に適切なアクセス制御を行うことができます。次に、ライセンスについてです。ライセンスはご覧の3つとなります。各ライセンスに対応している OS は、Windows、Mac、Linux となります。6.4 ファブリックエージェントでは、クライアントの脆弱性スキャン、VPN アクセス制御に加え、アンチウイルス、Web フィルターといった UTM 機能もご利用いただけます。7.0 ZTNA、7.0 EPP、APT では、クライアントの脆弱性スキャン、VPN アクセス制御に加え、ZTNA、ゼロトラスト構成の機能をご利用いただけます。続いて、デモ動画となります。こちらがクラウド EMS の管理画面となります。はじめに、脆弱性スキャンを行うためバルネラビリティスキャンへアクセスします。バルネラビリティスキャンでは、管理下のクライアント端末への脆弱性を確認することができます。画面右上のエンドポイントスキャンステータスから、3つの端末のうち一つの端末に脆弱性があることを確認できます。グラフをクリックして、脆弱性のある端末一覧へアクセスします。画面右上、パッチステータスのパッチボタンをクリックすることで、対象のクライアントの脆弱性に対し、OS アップデートなどを自動で実行することができます。脆弱性へのパッチが適用されました。実際のパッチ適用には、対象の端末の再起動などが必要となります。脆弱性スキャンは以上となります。次にアプリケーション管理のご紹介です。サイドメニューからアプリケーションズへアクセスします。こちらでは、管理下のすべてのクライアント端末にインストールされているアプリケーションの一覧を確認することができます。対象のアプリケーションをクリックすると、そのアプリケーションを使用しているユーザーを確認することができます。このアプリケーション一覧は、CSV 形式でダウンロードすることも可能となっております。次に、ステータスのご紹介です。サイドメニューからステータスへアクセスします。ステータスでは、管理しているクライアント端末の接続状況を確認することができます。画面のグラフでは、
現在管理している全てのユーザーが拠点内、オンファブリックから接続していることを確認できます。グラフが切り替わりました。現在のグラフでは、拠点内、オンファブリックから2つのユーザーが接続、拠点外、オフファブリックから1つのユーザーが接続していることを確認できます。最後に、USB デバイス制御のご紹介です。画面はクライアント端末のものとなります。USB デバイス制御では、端末に接続されている USB デバイスをブロックすることができます。クライアントソフトのお知らせメニューから、接続された USB デバイスのブロック履歴を確認することができます。新規に USB デバイスを差し込んだ際には、最新の警告にUSB デバイスをブロックしたログが流れます。また、実際には USB デバイスをブロックしたことを知らせる通知を確認することもできます。USB デバイス制御の説明は以上となります。このように、クラウド EMS を利用することで、管理しているクライアント端末の情報を一度に確認することができます。動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。